動物の友達と VTuber とラジオと、この配信はペンギンバーチャル YouTuber 七種のアデリーペンギンが動物に関する情報を発信することで、リスナーに実際に動物園や水族館へ行くきっかけを作ってもらおうというポッドキャストです。今日なんかすげえ腹が痛いっていうのも、なんでだろうなと思ったらさ、ちょっと衣替えに失敗したのかなっていうところですね。もう夏20何度ぐらいになってるしと思ってさ、衣替えというか半袖になったんですけども、半袖はちょっと良くなかったですね。体自体が冷えて、お腹が冷えて良くなかったのかもしれないですね。だから今日一日すげえ腹痛に苛まれまして、もうちょっと長袖着た方が良かったかなと思いますよ。今日天気もあんまり良くないんで、そこんところでちょっと気温が下がってたのかなっていう。ただね、ジメジメしてるのやっぱ好きじゃないですよね。湿気てる、もう梅雨に入る、九州の南部は梅雨入りしたっていうことなんで、もうジメジメする時期がいっぱいあるのかなって思うと憂鬱なわけですよ、梅雨だけに。なんかかかってたっけ、もうわかんないけど、梅雨時期は特にペンギンにとってはね、アスペルギルス菌が繁殖するのでカビですよ。カビが生えるのでね、体調不良の原因になりますから、そこら辺だけは気をつけないといけないなとは思います。はい、まあ、ただアスペルギルス菌って肺に寄生するカビなんで、多分腹では関係ないと思いますけど、なんかね、お腹とかそういうのにいい食べ物を食わなきゃいけないなと思って梅干し買ってきましたね。梅干しをなんか複数食べて、なんとかお腹の調子を元に戻そうという、そういう気概でございます。はい、さて、今日も悲しいニュースというか、本当に残念な、なんか日本は衰退したなって思うところですね。はい、読んでいきたいと思います。京急油壺マリンパーク9月30日で閉館へ。京急電鉄は神奈川県三浦市の水族館京急油壺マリンパークを今年9月いっぱいで閉館すると発表しました。京急電鉄は三浦半島にある水族館京急油壺マリンパークについて、建物や設備の老朽化が激しく維持管理が困難だとして、今年9月30日で閉館すると発表しました。油壺マリンパークは1968年に開業、大回遊水槽をはじめ魚の生態をさまざまな角度から展示する施設として、最盛期には年間88万人が訪れるなどの人気水族館でしたが、年々来園者が減少し、2019年の来園者は26万人でした。だから全盛期の4分の1ぐらいになってるってことですよね。京急電鉄は今年度から三浦半島のエリア開発を進めると発表していて、油壺エリアは大手デベロッパーとの共同で滞在拠点の開発を検討しているということです、というわけです。今水族館にいる魚や動物については他の施設に譲り渡す予定で、京急は最後の1匹になるまで譲渡を調整していくとしています。なんですけども、まあ、油壺っていうとあれですよ、岩飛びペンギンの大量の岩飛びペンギンがいるっていうので僕は知ってるわけですけども、他にもサメだったりとか、そういう深海魚の展示だったりとかっていうところで、すげえ、いい水族館だっていうふうに、ね、リスナーさんから聞いてましたから、まあだから9月、まあ、7月以降に横浜に行く予定があったんで、あんじゃ油壺、しかもその時に油壺もちょっと最近やばいよっていう、なんか下手すると危ないよっていう出てたんで、まあ、行くつもりではあったんですけども、まさかもうこんな早くなくなるとは思わなかったですね。だから、まあ、9月には行こうかなと思いますけども、まあ、この京急電鉄の再開発というか新しく作り直すっていうことで、ヒューリックってこれは何だろう、国内なのかな、国内のデベロッパーなのかな、どうなのかわからないんですけども、やっぱりそういうところでお金の面っていうのが厳しくなったから、こういうリゾート施設みたいなのを作るっていう、そういう計画をするんでしょうね。しかし、まあその中に水族館って構造は入んなかったのかなとは思いますよね。
リゾート施設の中に水族館があるって素敵なことだと思うからさ、そこになんか一つ混ぜてあげてもよかったんじゃないかなと僕は思いますけどもね。まあそんな余裕もないというか、そういう老朽化した水族館に価値がないって思っちゃったのかどうかわからないですけどもね。まあこれがその大手ディベロッパーさんがどう考えて2025年にその開業する観光ハブ拠点だということで言ってるんですけども、だったら水族館残してもいいじゃんとは思いますよね。まあ利益のことを考えたら仕方がないのかもしれませんけども、そういう、まあ、電鉄、まあ、鉄道会社の運営ということで、鉄道会社ってさ地域に寄り添ったそういう施設を作るべきだと思いますから、水族館を残しててほしいなとは思いました。でもまあ決まってしまったことは仕方がないんでございますので、僕も9月はね、油壺行こうかななんて思っておりますので、皆様もぜひ9月まで、9月の30日までということでございますので、それまでに油壺を訪れる時がありましたらぜひとも行っていただきたいなと思いますということでございまして、今日も悲しいニュースでございました。油壺水族館9月の30日で休館じゃないや閉館ということでございます。